下からの情報今まで言われてた木型から作ったものではないっていうことが分かって、やっぱり、近くで見るとよく分かると思います。こういったことは木型では粘土でしかこうできない、こういう盛り上がりとか、江戸時代になると、いわゆるこの方法があるから方法と、で当然シンメトリカルな建物っていうのは大玉殿も含めてあったはずですけれども、あえてここで方法堂って言っていくのはこのお像がありということになる。そのお像っていうのは非常に力強い男性的な